ランキング8位リングジャパン高坂有明での第6試合はランキング戦。この試合レフリーは島田さんです。左ランキング3位ボルクハン、右ランキング8位高坂剛、この2人が前回に続きまして戦います。前回は試合途中左の前のあたりをカットしてしまいました高坂、残念ながらその後試合続行不可能、ドクターストップがかかりまして、残念な負けを喫してしまいました。おっと早くも展開立ち関節ですかね、立ちで、おーっと手首を取った、ハン今先手の取り合いだったんですが最終的にハンが掴みました。この高坂足ですね、足を絡めていきます。左足をグッとハンの足首に絡ませています。いや今日もスピーディーな試合見れそうですね、この2人前回はほとんど私たちに何も言えませんでしたからねそうですね、聞きたいことは特に高坂選手、私先ほどいろいろ面白いお話を伺ったんで紹介していきたいんですが、大坂選手それを喋らせないような試合しなきゃいけないんですねとこう言ってましたから分かってますアキレス腱固め、これはしっかりとディフェンスして、お逆に高坂も取りに来ました。いや膝膝固めですね、クロスヒールドに持っていけるか、いやそういう余裕はないか、ハンは膝固めですねこれ。あそうですか、はい、膝固めてます、足首取りました高坂、いやしかし強く決められてるようです高坂、前回カットしました左の前のあたりもうしっかりとくっついたそうです。また舞台でも大丈夫と来ました、全体に大丈夫です。おーっと足首取った、あっと自分でひねりを直しますボルカン、さあそしてこれは何でしょう何でしょう、足運の重のような格好です、よくハンがやるわけです。そうですねしかし高坂もこれ攻め込んでますよね、ヒーローオーダー取ってますよね、ハンは足首固めですね、いつの間にかボルクハンのヒールを取っていました高坂剛、まあ取るのはその足首のつま先の方なんですが、これをヒールホールドと言います、ハンもヒールを返してきましたね、はい、ハンはヒールホールド持っていないはずなんですが、しかし持っていなくてもやらなくてもできるわけですよね、この人は何でもできますからね、高坂は改めて言っていました、ハンというのはその格闘技における天才ですと、はい、まあ自分のレベルが上がるにつれてそれが徐々に分かってくるという、ところなんでしょうが、それでも自らも成長したという理由だったんですよね、はい、高坂は前回の試合の2日後に7月18日から1週間ロシアのエカテリンブルグズーエフ道場に修行に行きました。これがまた随分勉強になったらしいですね、やはりズーエフというのはハンに2勝してますからね、何かを学んできましたか、何にも言葉わからないで言ったらしいですよ、あそうです4つだけありがとう、はい、いいえ、あとでね、これだけ覚えていったらしいですそれで1週間いられたらしいですよ、ずぶとい神経してますね、あと来た腕引き逆入れた、危ないぞこの体勢は危ない、暴れる暴れる、そして腕をひねっていく、ひねっていく、抜けた逆に、ね、足を出る取りに行きます、危なかったですね今のは、ですね、すり抜けましたけど、ハンはすぐにアキレス腱ができましたからね、あの部分はさすがですよ、高坂剛は今日は白黒はっきりとつけないといけない試合です、もう前回の続きとは考えておりません、全くこれは別の試合、別の人間とやると考えなければ自分はいい展開に持っていけないと思いますと、こう言っていました。真ん中に連れてった、頭がいいというこのボルクハン、格闘技において非常にクレバーな才能を発揮しますこのボルクハンです。糸井さんおっしゃる通りちょうどリングの中央に引きずってきました、腕絡み、あそっか、いやそれを抜けようという、うまい展開だ、うまい展開だ、さあ腕引き、知恵の輪のように移動して打ち打って、そして腕引き逆十字エスケープ、いや見事ですね熊本さん、ね、今の動きね、本当にうまいポジショニングでしたね今のね、くるくるっと回って糸井さんが思わず今乗り出しております、糸井さんがこの高坂選手の釣りのお師匠さんだそうで、いやそのお師匠さんってお師匠じゃないですけど、釣りに引き込んだ張本人なんですよと言ってましたよ、お友達です、さあ高坂その重たい重たい足を振り上げていきます、相手の上半身を止めておいて、そして投げを打って首を取ってます、ネックロックだ、黒坂ネックロック、これで決めるか、
これはできない。また攻めてる時が怖いですよ、ハンは、とにかく止まってる時間がないからね。そうですよね。これランキング戦です。ボルクハンが現在3位、つまりコウサが勝ちますとランキング3位を手に入れることになります。うんと肩を取られているんでしょうか。これはコウサの方は腕十字ですね。アームロックですね。腕を伸ばしました。そしてそれに耐えるようにしてコウサが左の足でエスケープ。両者ともロストポイントは1つずつ。2人の体重差ですがボルクハンドが重くて 5.3 キロ上回っています。これは今日の計量です。いや、有明コロシアムのお客さんが固唾を飲んで見守っているのよく分かりますね。そうですね。どうするか。はい、カットされた。さあ、先ほどは激しい手首の取り合いがありました。手首取りに関してはボルカンというのは天下一品ですよね。そうですね、あれ合気道からの、そうですね、あれは、はい、まあそのさばきあるいは取り合いという面では高坂もですね、柔道でかなりその辺は流してると思うんですが、やはり犯人一律の長といいますか。また取りましたよ、また取りましたよ、ここからいきます。腕を振り上げたアンバーダ、勝ち感じです。ハンディング、これ苦しい吊り下げ状態になっています。しかし自分で体を落として膝固めか、まだ入っていません。なんか絶えずハンが問題出して高坂は答えてっていうような指定関係を感じますね。かえって、こうしたらどうするという、そんな感じですよね。そうか、そう来るか、うん、じゃあこう返されたらこうだという、答え終わった途端に次の問題が飛んでくる。あーと喋ってるんだね。チキンウィングになる。エスケープです。うまく高坂選手がポジショニング向こうに逃げてたわけでしょうね。そうですね、今はね。いやー、あの小坂選手すごいね、ディフェンスですよね。やっぱディフェンスがしっかりしてますからね、グランドの、はい、体のひねりが上手になりましたね。そう、小手出しました。前回この小手に入りまして膝を顔面に受けてしまいまして、あの深いカットを受けてしまいました。それもですね、あのロシアに行って罰を行ったらしいですよ。ああ、その高坂剛選手は乱暴なことします。そこも分からないので、よくそういう足踏み方です。アンクルホールとか。おっと、ハンも返してますよ。いや、ボス、これはどういう技なんでしょうね。自分の足をテコにしてるような感じで足を反対にひねってますよ。あっと、足首です。逆にひねられている。あ、バックを取れるのか。バックを取った。バックを取りました。このままひっくり返れば嬉しい。逆十字だ。ポジションはいいぞ。さあ切ることができるか。自分の足をまず釘抜きのように入れて落ち着いてるね。足取ってますね。足もロックしました。これで切れればいいんですが、あ、ダメですね。切らしてくれませんね。足の方は諦めました。腕狙い、腕一本狙い。お、逆の腕を狙ってきました。逆の肘を伸ばしに行きましたよ。うまいですね。柔軟性がありますよね。あれありますね、本気に。はい、おお、大阪の腕が捕まりました。自分の足に捕まった。足を絡められていました。後ろから、さあどうだ、このアクルホールドはどうだ。足首固め、ポイントずれてるようです。ハンに対してなかなかポイントもうワンアクションで入れるというのはちょっと難しいでしょうね。そう、何遍もチャンスは来ないでしょうね。必ずポイントをずらされてしまいます。2人とも決めるのもうまいですけど逃げるのもうまいですからね。ですからこういう展開が続くんですよね、はい、クロスヒールホールドの狙いですね。結果どうなるか分からないけど高坂またこの試合成長させます ね、 そうですね。ハンがもたらしましたこのクロスヒールホールド、両者が掛け合っています。ちょっと高坂の連携のようです。おっと、うまい攻撃はハンです。ハンが絞り上げた。ハンが絞った絞った。さあどうだ、ハンが歯を食いしばって絞っていきます。それほど入ってないようですね。そうですね、こらえることができるようです。さあボトムロープを探してる。いや、しかしかなりきついのか。いやいやいや、この痛さにはクロスヒールホールドでも返した。ハンガ、ハンガ諦めた。ハンガ展開、違う展開を攻め込んでくる。逆だ、入れ替えて今度は反対のクロスヒールホールド。
ね、今ね、こっちは決まるでしょう。いい対戦になりました。あ、逆にひねられたので高坂のポジションが良くない。いやいやいや、自分でいい方に持っていきます。あ、転がる転がる。ヒールホールドが、これからまた足首取りました。9分30秒。お互いに足首狙い、おっと、お互いに首をしてずして取った。どうなってるんですか一体、ね、すごいですね。もう高等数学ですからね、僕ら算数ですから分かりませんねこの辺はどうでしょう。今から膝十字か膝固めか、いや、ヒールホールドですね。ヒールホールド、目の前にハンは逃げようと思えば逃げられます。だけど余裕があるみたいですね、ポイントはそれほど失っていきたくない。ハンにも意地がありますからね。そうですね、プレイングあんまり簡単にそのエスケープはしたくないところです。ボルトハン、足のあたりちょっとダメージが来ているようです。大阪強し両者に声援が飛んでいます。入ってくる時も強しというね声がいくつも飛んでましたから人気者です。高坂剛、後ろ取った、これで締めます。投手スリーパーだー、危ない危ない、胴は外れたか、スリーパーはどうだ、足を伸ばすと届くかもしれない。あーと組み合わせた、そして足首か、膝か、よくかわした、よくかわしました。この顔、このこんな顔、高坂剛、油断すんな油断すんな、次の接点が警戒ですよ。油断するな。ハンの場合は最大のチャンスが最大のピンチになりますからね。そう危険ですよ。次の接点危険ですよ。有明コロシアム、ファンの皆さんが手拍子を行っています。打撃だ、忘れた頃の打撃、これは効きます。けさ固めのような、いや、足に飛びついた、足首固めですね。足首を狙っていきます。あ、これ足を入れ込まれてしまいました。さあ後ろを取った、首をすかさず縮めます。ボルカンスリーパー、左腕入りました、左腕入った、あ、足が届きました。コーナーでした、残念なところです。すごい、いや、今入りましたもんね、完全に歯を払いつかれてきました、はい、スタミナは高坂はもう無類の強さを掘っています。スタミナを掘っています。若さだぜ強し、これまた、あーと、また取り合い、これは見事に取ります。さあ判断決めに行ったのか、判断決めに行った、上杉逆重じゃ、最終的に、いや、足を取ってる、危ない、足を取られています。足を伸ばされて、そして腕、アームロックとしてなかったの両方ですね。両者を分けます。エスケープ、これで両者ポイント全く一緒、3つずつのロストポイントです。いやいやいや、確かにボルクハンちょっとスタミナ切れかな、来てるかなと、そうです、ね、今ちょっとそんな表情を見せました。またショートだ、前回もこれからカットのあのハプニングがありました。アームロック V1 か、いや、高坂選手がいいポジション取りましたね、はい、体重完全に預けています。もうディフェンスに入っているボルカン、手元の時計ではまもなく13分になります。内容の濃いこれ13分です。三角締めです。下からの三角締め、エスケープ、逃れました、逃れました。よくやってる。ポイントで高坂がリードを奪いました。ロストポイント、ボルカン4つ。大阪はこの後どうするか。こういう試合セコンド入れないですね。あ、そうですね、とにかく今はないですね。大阪はちょっと足を引きずってるのが気になります。あ、得意なんですよこれ。さあ自分から転がっていって、そして足を決めた、決まったぞ、これは中央だ、このまま決めるのか、今もよかったですよ。さあ大阪、このままハンを下すか、いやいやいや、逃げてきた、右の腕が空いています。
一撃からの足止め、足首止め、はい、まさかあそこから腕を取りに行くと思わなかったでしょうね。だから休みしかないんだよね。うわ、いやいや、今一瞬本人も勝ったかと私言ったかなという気さえしたんですが、惜しくも高坂剛逆転一発でボルカンに、あの回転技の中自分の技を返されまして腕しり逆十字決められてしまいました。しかししかしこの試合というのはなんかリングス史に残るような一戦なるかもしれませんよね。残念そうなこの表情、高坂剛、ボルクハン越えはなりませんでしたが残したものは大きい。負けた試合で得るものっていうのは何もないんですよ、やっぱり。だから今回負けたことで、まあプラスになることもなかったし、最低限のマイナスになることがなかった分良かったですけどね。だからまあ次につなげて、次の試合でもっともっと自分自身をもっともっとね成長させれる試合をするように心がけたいですね。やっぱり同じようにはやらせてくれないっていうのはまあ最初に分かってたんですけど、まあ、ハンはそれ以上にうまかったですね。